写真拡大。全3枚。セリーグ、ヤクルト6対1阪神2回戦。ヤクルト1勝1敗。24日、神宮、ヤクルトが阪神に6対1で快勝した。打っては5年目外野手の山崎晃浩朗が4打数3安打2打点。投げては助っ人右腕のスワレスが6回1失点で貢献した。